コミックス第7巻で登場した、石神優と同年代で、本作の裏ヒロインでもある女性。作中では、シューティーン学園で、ある目的を達成するべく、第68期生徒会会長選挙に立候補し、前生徒会長を務めた、白金美雪と激しい票争いや、議論を繰り広げた。また、父親は高等裁判所裁判官で、母親は国際人道支援団体の職員を務めており、自身も学内の風紀委員会に所属している。さらに、高等部に進学してから、ずっと学年1位を取り続けている、才女でもある。ちなみに白金美雪の1年次の成績は、9位、4位、1位となっている。そして、第68期生徒会会長選挙が終わった後は、会長である白金美雪にスカウトされ、会計監査として、生徒会の5人目のメンバーとなり、彼らと交流を深めていくことになる。モチーフになっている人物は、竹取物語に登場する5人の貴公子の一人、石造りの巫女。竹取物語では、かぐや姫から結婚する条件として、かつて釈迦が使っていたという、神々しい光を放つ、仏の御石の鉢を、取ってくるように言われる。ただ、彼はインドには渡らず、3年後に大和の国、と一軍の山寺で見つけた鉢を、かぐや姫に献上し、これが、仏の御石の鉢です、と言い張った。しかし、かぐや姫は鉢が光を放たなかったため、彼の主張を信じることはなく、追い詰められた、石造りの巫女は、白山に、汗ば光のうするかと、鉢を捨てても、のたまるるかな、と、苦し紛れの死を歌い、ごまかし始める。もちろん、かぐや姫に相手にされることはなかったが、その後もポエムを送り続けたことで、かぐや姫に恥知らずであると思われたとか、ちなみに、この人物が実在した人物であるかどうかは諸説あり、詳しいことは分かっていない。先輩、欲のゴンゲ、ポエム仲間、初対面では彼に対抗心を燃やし、選挙編ではお互いに議論を繰り広げたが、生徒会にスカウトしてくれたことには、一定の感謝をしている。当初は、登場タイミングが非常に悪く、会長たちのアレな姿を見続けたことで、彼女自身の異常な妄想力も加わり、生徒会はやさあ、会長は性のゴンゲという認識を抱くに至るが、おさらぎ小鉢の助言もあり、少しだけ誤解が解けた模様。さらに、生徒会室で二人きりになり、会長が気を使って話題を振ってきた際には、自身が書いた詩を披露した流れで、会長にも詩を読ませるという天然という名の、鬼畜の所用を見せた、先輩。諸悪の根源、選挙前に、かぐや様に悪質な取引を持ちかけられたことと、生徒会入りしてからの現状を、彼女なりに推理した結果、彼女こそが諸悪の根源であると、妄想だらけの認識をするに至る。ただ、この時点でかぐや様自身が、ある病を診断されていたこともあり、いいの巫女が、かぐや様に本性を問い詰めた際には、彼女が思い、抱いていたのとは全く違う、ピュアな反応をされたため、かぐや様に対する認識は、よくわからない状態となった。ちなみに、いいの巫女自身と天然であるため、本人は気づいていないが、無意識にかぐや様の地雷を踏んだり、好感度を上げたりと、かぐや様の好感度ゲージを大きく変動させている。尊敬している先輩、まだ尊敬している先輩、藤原千香という人間を、異常なほど尊敬しており、その感情はすでに、依存の領域に足を踏み込みかけている。いいの巫女曰く、時々ひどいけどいつもは優しい、藤原先輩じゃなくて私が悪い子なのがいけない、とのこと。しかし、これを聞いた石神は、完全に被害者のマインドじゃねえかと、冷静なツッコミを入れた。ただ、藤原自身は、容姿、家柄、才能、過去の実績など、性格を除けば異常なほどスペックが高い。実際に、ピティアピアのコンペで全国大会金賞を取り、五カ国語を操るマルチリンガルであるということもあり、自身が当選したら、藤原先輩に副会長になってほしいと、発言している。さらに、生徒会加入後も、その崇拝の念は上昇し続け、どんなに情けない藤原の言動を見ても、まだ、絶大な信頼を置いている模様。仲が悪いクラスメイト、同年代のクラスメイトであり、生徒会内では会計と会計監査という間柄ではあるが、非常に仲が悪い。基本的に、規則にルーズな石神優を、いいの巫女が怒りながら取り締まる様子が、作中でもおなじみの光景となっている。意外と付き合いが長く、中等部の頃から、似たようなやり取りが続いている模様。ただ、石神のことをボロクソに言う割には、彼が中等部の頃に起こした、暴行事件や、学内に広まる、悪い噂を真に受けてない様子が描かれている。ちなみに、石神優が高等部に進学できたのも、生徒会メンバーと、いいの巫女の尽力が大きい。というのも、彼がとある理由から、謹慎期間中に反省文を提出できなかった時も、彼女が、学内の教職員に何度も直談判し、それがそばにいた校長の耳に入ったからでもある。ちなみに彼女が教職員に直談判していた事実を、石神本人は知らない。
さらに、石神に怒った風紀委員長にも頭を下げ続けたり、風紀日誌には石神の違反をかなり柔らかく書いてあげたり、生理的に無理で視界にも入れたくないと真顔で言う割には、かなり陰でフォローをしている。また、不仲ではあるが、体育祭編やクリスマス編で、彼に対する彼女なりの思いが、少しだけ描かれている。また、クリスマス編では、酔った勢いで、彼に対し普段から抱いている思いを吐露していた。そして、自身が寝ている間に、石神優が燕先輩の匂いをつけていることに気づき、二人が一線を越えたのだと判断したが、いろいろあり、階段から落ちた石神を助ける形で、腕を折ることになった。その後、射程のごとく石神を使い続け、ゴリゴリに甘やかされながら、学園生活を送り、小野寺霊の言葉を受け、彼女の石神に対する感情が、微妙に変化し始める。おさらぎ曰く、よくない、ミコちゃん、そろそろ気づいちゃう？とのこと、余談ではあるが、この二人の様子を見た、篠宮家の血筋に連なる、名門の四条家の霊嬢は、自身も腕を折るべきか否かを、真剣に悩み始めていた。幼馴染で親友、最も付き合いが長く、彼女の一番の理解者、幼少期からの付き合いでもあり、彼女の家庭の事情や、彼女の努力を最も身近で見てきた人物の一人、初登場では、地味なイメージの人物であったが、文化祭編で、肉食系女子であることが判明し、後のエピソードで、周知院が誇る、南大女子の一人であり、ヤンジャン始まって以来の美少女と、噂されていることが明らかになった。その人気ぶりは校内で噂になっており、校門付近に追っかけの人たちが待ち伏せているとか。ちなみに、団長を振り、彼をアイドルオタクにした、きっかけを作った人物でもある。小野寺霊、友人でありクラスメイト、文化祭編で接点ができ、自身の部屋に呼ぶほどに仲良くなった。ただ、E の巫女の部屋を見た小野寺は、若干引いていた。また、過去に石神の噂を真に受けたり、E の巫女をひどく言っていた時期もあったらしく、一度痛い目を見て以来、自分の好奇心とうまく付き合う方法を探っているとのこと。マスメディアコンビの、キノカレンと、個性理科、規律を乱すような行いが目立つと、彼女がマークしているコンビの二人、特に、カレンに、やばい波長を感じ取られ、沼に引きずり込もうとする彼女に、たびたび声をかけられる。最終的に、カレンに言いくるめられ、悩みを聞くという体裁で、話をすることになるが、解釈違いということになり、カレンに、新たな扉を開かせかけた。当初は、少しだけ天然な、生真面目キャラかと思われたが、回を重ねるごとに、とんでもない一面が、次々と明らかになり始め、学年一位の、とんでもない才女として、現在進行形で、読者に衝撃を与え続けている。仲の良い友人は、幼少期から付き合いがある、おさらぎ小鉢だけであったが、文化祭編で、小野寺霊と交流を深め、家に呼ぶほど仲良くなった模様。基本的に、精霊活金、信仰法制を血で行く性格の優等生であるが、彼女がこのような性格になったのは、幼少期の家庭環境が大きく影響している。というのも、両親は食料柄多忙で、ほとんど帰宅できていない状況だった。このような家庭環境を、幼少期の彼女は、ママとパパは悪くない、世の中が悪い人ばっかだから、パパとママは忙しくてお家に帰ってこれないと、考えていた。このような経緯から、彼女は小さい頃から、非常に生真面目な性格が前面に出ており、優等生を絵に描いたような、生活を送り続けた。ただ、生真面目すぎる上に、ある欠点が災いし、小さい頃から、会長と呼ばれる役職に就くことは、一度もなかった。さらに、そんな彼女を煩わしく思う、周囲の生徒から、嫌がらせを受けており、一人で涙を流す描写も、描かれている。ちなみに、そんな嫌がらせを許せなかった、当時の石神優は、彼なりに彼女のフォローをしていた。ただ、彼は表立って行動することはなかったため、E の巫女本人は、そのことを知らない。さらに、石神自身が暴行事件を起こし、石神優という人間の印象が、学内で最悪になってしまったため、周囲の生徒も、石神がそういうことをしていた事実を、知らない模様。また、中等部時代に周囲から疎まれ、心身ともに疲労して一番辛かった時期に、ステラの押し花と、君の努力はいつか報われる、と書かれた差出人不明のメッセージをもらったこともあり、見返りを求めないピュアな思い、これこそが本当の愛の形であると、メルヘンチックなことを考える一面もある。ちなみに、この時もらったステラの押し花はしおりにして、日々大切に持ち歩いている。余談ではあるが、このステラの押し花と、君の努力はいつか報われるというメッセージに関しては、作中でも、差出人が明らかにされておらず、誰が彼女に送ったのかは、謎のままである。それでは、今回は、この辺りで終わりになります。ご指摘やコメント、皆さんの考察などありましたら、気軽に書き込んでいってもらえると嬉しいです。